フルーツはフルーツで食べるものと思ってたら、はい、なんかあれはいろいろな種類が、はいはい、そうですね、1人分食べられて、はい、千疋屋のフルーツヨーグルトフルーツヨーグルトを目覚めさせてくれた方なんですよね、うん、まああと勝浦にもね来ていただいて、はい、覚えてますよ。あれはねタイミング悪かったですね。そボランティアです。ボランティアです。ボランティアで、はい、嬉しいです女性にそんなことされたことないんで、はい、あのパパさんが狙っているのに逆たまにはならないけれど、はい、せめてあの肉体肉体じゃあ肉体って労働ですよ。肉体労働で肉体は若い子に任せて、はい、私は肉体労働の方で、ね、尽くしますみたいな、はいはい、女の方じゃなくてね、はい、労働で、はい、人生経験少しあるんでお掃除のコツとか、はいね、肉体の人生経験はないんです。本当の肉体は若い子そっちでその子たちは人生経験ないからあね。お掃除のコツもわからないから、なるほど、はい、じゃあ肉体労働を提供していただきます。めちゃくちゃ面白いネタになっちゃうんですけど、いいですね。ネタにします。ネタにしますよ。そうですね、羽生はでも正直やっぱり作業してるんで、うん、ちょっとあまり、うん、止まっちゃうんで、うん、あまりよろしくはない。よろしくないです、はい、正直、うん、あ、じゃあそのこういう生活を今は不安定ないんですけど、昔はあ、 ありがとうございます。入っちゃったね。まだいらっしゃいました。隙があるとすぐ座ってしまいます。ティーちゃんそこ座ってもね、こうやつがないんだよね。強制的に降りてもらいます。思ったらおやつがありました。なんか埋もれてたんだな、これな。これ食べてみっか。食べづらいか。食べづらいの、ね。